それでは、ルカによる福音書、ルカによる福音書の、ルカの第2章の34節から、38節までお読みしましょう。ルカの福音書2章の34から38、はい、またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。また、アセル族のパヌエルの娘で、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめとなり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。はい、以上です。ここはそのイエス様が生まれて、宮参り、神殿、天地万物を創造された真の神様を礼拝する、まあ、そういう神殿がありまして、そこにですね、あの民族の一員として、マリアとヨセフはイエス様を連れてですね、でその時に、最初に少し出たシメオンという方は、この方は男性、この方もお年寄りみたいですね。そしてこのイエス様のことについて、まあ予言の言葉、この人はこういう人になりますということをですね、だけどその中にはですね、不穏なものもあって、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、反対を受ける印として、なんか母親としてはそんなに聞きたくない言葉ですね。だけどマリアはその天の御使いのお告げを受けて、イエスを身ごもった、イエスという名前をつけなさいということも指定されてですね、ヨセフもそのことを受け入れて夫婦でイエスを迎えて、そのイエスを宮殿、神殿に連れてきた。その時にこの人はね、イスラエルの多くの人が倒れ、立ち上がるために定められ、反対の印として定められている、そして剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう、それは多くの人の心の思いが現れるからです。多くの人の心の思いっていうことは、もう自分の損得のためだけ、自分の利益のためだけに生きている人間の醜い思いですね、自己中心な生き方っていうものが、そのイエス様の生き方、言葉っていうことを指し示された時に、もう否応なしに現れてくる。だから逆に素晴らしいものも見るっていうことですね。イエス様によって変えられた人生、本当に喜びの心になった人、そういう人たちを見ることにもなるし、また本当に心を差し貫かれるようなものをね、見ないといけない。マリアの立場っていうのは、イエスの、まあ、母親の立場ですよ。嫁き等が自分のお腹を痛めて産んだ子供が、これからそういう運命、定めに向かっていくんだということをですね、シメオンは予言した。でその次に、女預言者のアンナという人がいたということですね。この方は
昼も夜も断食と祈りを持って神に仕えていた、ね、私たちの周りにも日本の教会にもこういうタイプのクリスチャン信者さんがねおられますね。私たちの身近な人では、まあ、筆おばさんなんかまさにそういう方ですね。年を取って、一人になってもですね宮を離れず、まあ物理的な神殿があったわけではないですけども、まあ、毎日聖書を読んで、まあ、自分の家でではありますけれども、祈ってですね私たちのことも毎日取りなしの祈りをしてくださっていました。もうスラスラーっとね私たちの世代の人たちの名前がもうよどみなく何々さん何々ちゃん何々ちゃんっていうに出てきまして、あこの筆おばさんは毎日私たちのために祈ってくれてるんだなっていうことを実感しましたけども、断食と祈りを持って神に仕えていた、こういう女性、その女性に対して神様はちょうどその折にですね彼女が生きてる間に救い主が誕生しますよ、あなたはその方を見ることができますよ、まあ、シメオンもそのように示されていたのでね、ああ今目の前に母父に連れられてきたこの赤ん坊がそうなのだ、御霊の示しによって分かった、で声をかけたわけですけども、アンナも同様であった。もう本当に幸いなことでしょうね。この年をとって神殿の近くに、まあ小さな家でも持っていたのでしょうか。もうしょっちゅう神殿の境内にやってきて断食と祈りを持って神に仕えていた。本当にもう生活に密着したこの信仰の実態っていうことがね、この時代にあったっていうことですね。信仰生活のありさまっていうことがね、で救い主を待ち望んで、そしてあなたが生きてる間にお会いすることができますよと示される方もあったということを聖書は記しているわけですね。でこのアンナという方のですねプロフィールが記されておりまして、36ですね、この人は非常に年をとっていた、ね、処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめとなり84歳になっていた。これはその聖書全体を通して見るときにね、まあ、ある意味異常なプロフィールですよね、うん、年齢が載ってる、年取った女性の年齢が載ってる、しかも、処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめとなった、未亡人となった、こういう細かいプロフィールが出てる人はね他にいないんですよね、うん、ですからこの著者のルカが、まあ、パウルの伝道の中でねルカという人が自分もイエスも信じて伝道メンバーに加えられてですね、そういう中で福音書を執筆し使徒行伝を執筆するようになっていく、まあ、そういうルカが、まあ、誰かにこのアンナのことに関して今の言葉を使えば、まあ取材ですよね。私はまあクリスチャン新聞の記者だったわけですからこの言葉を使いたいわけですけども、取材をしてこれを書いた。だからいろんな人からいろんな話を聞いた時に、あの人は何歳でねっていう話は他にも出たでしょうよ。かなり年を取ってられてねとかね、あこの時癒された人はねなんか50歳ぐらいって言ってた、50絡みの男で、だけど必要なことでないので年は書いてない。ところがアンナに関しては84歳になっていたって書いてるんですね、うん、しかも処女の時代の後7年間夫と共に住みっていうことは、その後離婚したのか、まあおそらく死に別れたんでしょうね。でどうしても考えざるを得ないのは、アンナの話をルカは誰から聞いたのかな。一番自然に考えられるのはイエスの母マリアから聞いたということですね。これは蓋然性は非常に高い。それからかねてから先週から話をしてますが、まあ、ボーカムっていう聖書学者がですね、うん、その学術的な聖書学の世界、まあ、山本七平さんのね出版社から出たような時代のものからもう一歩進んで
福音書に書かれていることはね、目撃者証言なんだということを学術的に、非常にはっきりと描き出してきた。でそれが世界のさまざまなところで、まあそうだなということにね、決定版になりつつある。目撃者証言っていうのは当時の聖書でない歴史的文献、例えばユダヤ戦記なんかにしても、そのヨセフスがユダヤ戦争に自分が直接参加した、ね、自分はユダヤ戦争の渦中に飛び込んでね、参加したから私はこのユダヤ戦記を書く資格があるんですということを言ってるわけで、中身として実際そうなわけですね。ですからそこに参加した、あるいは直接目撃をしたというしますと言って書いたことが一番確かだ。でその次は目撃した、直接目撃した人から直接聞いた話に基づいて書く。でその次はそのようにして書かれたものを参照して書く。一番参加してた、一番いいのはそこに参加してた、それを目撃した人自身が書くのが一番上だ。でその次は目撃した人から聞いて書く。だからヨハネ伝というのはヨハネ自身ね、使徒ヨハネ自身が書いたということが改めてそうだろうということがね、傍科も出現後言われるようになってきてる。だからルカの福音書で、まあ、今このアンナの話をしてるわけですけども、このマリアがイエスを産んだ時に当時のことですから、ヨセフと言い名付けになったのはまだ10代でしょうよきっとね。ひょっとしたらね、15でねえやは嫁に行きっていう歌が日本でもありますけど、15歳ぐらいだったかもしれないですね。でそうだとすると、ルカがイエスの母マリアに取材するのにマリアが生きてたっていうことは非常に十分言えるわけですよね。でもしそう考えるとすると、マリアがですね、マリアっていう人はヨセフと、まあ、結婚して、その後、まあ、ヨセフと結ばれてイエスの、まあ、弟たちにあたる人たちをね産んで、その人たちも、まあ、イエスが救い主だって分かって信じて、まあ、初代教会の重要なリーダーにヤコブだとかねなっていくわけなんですが、この母マリアということも非常に、まあ、初代教会において尊重されてたんじゃないですかね。うん、またリーダーシップを取ってる面もあったんではないでしょうか。でマリアに話を聞いた時にね、アンナのことに行った時のイエス様を連れて、赤ん坊のイエス様を連れて宮参りにね、ヨセフと一緒に行った時の様子を教えていただけませんかとルカが聞いたとしたらね、シメオの話が出て、アンナの話が出てね、そうそうアンナっていう方はね84歳っておっしゃってました、もう髪も白髪でね、ずいぶんお年寄りの方なんだな、その方がお一人で神殿の近くに住んでね、昼も夜も断食して神様に仕えていらっしゃる、ああそんな人生もあるんだってね、私はね若いね美空で思ったもんですよっていうふうにね、きっとルカに教えたでしょうね。そして、マリア自身がヨセフと実は早くに死に別れてるということね、これは初代教会の人たちはみんな知ってる情報ですよね。ですからルカの福音書を読む人たちは、ああマリアっていうのは夫に早く死に別れたね、そういう女性でもあるんだということを知ってて、この記事を一番最初の方の読者の人たちっていうのは読んだわけですよね。でそのマリアがルカに話すのに、ね、そうそうアンナさんはね結婚してね7年間夫と一緒に住んだんだけど、その後ね夫が先に行ってしまって、それからずっと私はね一人なのよ、そういう話を聞いたのですよとルカにきっと言ったのでありましょう。そうしますとですね、
このマリアの心情、それからそれを聞いた夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えて、どうやって飯食ってたんだ、どうやって生きてたんだっていう問題がね、どうしても浮かび上がってくるわけですね。ですからこのアンナという人も何らかの形でその生活が支えられる最低限の食べ物が共同体の中での質ですね。でマリアに関しても、だからマリアの思いはね、アンナに対する思いは随分深かったと思います。でそれをルカにね、熱い思いをねポロッと言ったんだと思います。でそれがこの異常なプロフィールにね現れているわけで、アンナは非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめとなり84歳になっていた。もう異常なプロフィールとしか言いようがないですよね、旧新約聖書で。だけどこれはアンナの思い出を、正確な情報をね、目撃者情報をルカに、取材者ルカに伝えてくれる中で、マリアにとって非常にこれは重要なことだしね、まあ、ルカにとっても重要なことだ、また信仰共同体のこの福音書を読んでくれる人たちにとっても重要な情報だというふうに思って、こういう形で入れた。でそれが日本語に翻訳されて私たちも共有してるということですね。ですから自分も若くして夫と死に別れたマリアがアンナのことに思いをいたしてね、あの方も随分苦労なさってね、84歳のおばあちゃんだなと思ったけどね、私がすっかりアンナさんみたいにおばあちゃんになりましたよという話をルカにした、ね、で私もアンナと同じようにヨセフと早くね死に別れてね苦労してきましたけど、教会の皆さんに支えられてこうしてここまでやってくることができました。そういうお話、人たちによって、そういう人たちによって待ち望まれてきた救い主でもあるということ、またそういう人生のもういろんな恋も、濃いも薄いもじゃない、甘いも辛いもね、噛み分けたような世代の人がね、剣があなたの心さえも差し貫くでしょう、現れるからです、ね、剣があなたの心を差し貫くでしょう、ね、いろんな人の思いがね現れるからって、これはもう年配者でないと言えないセリフですよね。若造にはどうしたらそんなことはわからない、もうこれから経験していく人生の実相ですよね。年配の信仰者のこのいぶし銀のような信仰で、それがどんなに大事であるか、それがイエス様のお誕生という場面でね、このようにさりげなく描かれている。でこれ読んだ時に初代教会のメンバーは、まあ、マリアのことにね思いをいたし、あ、同じようなそういう立場の方をね尊敬して大事にしなければいけないんだな、そういう信仰生活年月を送ってきた、また祈りと断食を持って仕えているというアリ様がね、どんなに尊い大事なことであるかということに、まあ、思いをいたすように、またそういうもう趣旨がルカにもはっきりあってね、私は書いたんだと思います。うん、でイエス様のお誕生というクリスマスですね。ですからイエス様は、まあ、いろんな人に待ち望まれた救い主であったけども、お年寄りの年配者、我々のような高齢の年配者にもね、イエス様がね赤ん坊として生まれてくださる、もうすぐ救い主はね赤ん坊として生まれてくださるというね、本当にこうワクワクする素晴らしい知らせとして一番最初のクリスマスがあった、その情景にですね思いを馳せて、で私たちも永遠の命ということを展望する生き方の中にいるわけですから、まあ、内村鑑三先生はこの世で生きてるのをね学校で学んでるに過ぎない、ね、本番は永遠に行ってからの方なんだ、だからまあ学校にいるうちはねいくら失敗したってね本番でやるためのね準備なんだから、
もう精一杯力を出してやってください。で、後世の最大仏っていう本を宇宙丸さん書いてるわけでしょ。お金がたくさんある人はね、校舎を建てて学校に寄付するとか、お金がなかったらせめてね、記念樹を一本植えるとかですね、そういうふうにそのお世話になった学校、内村が言ってるのは、今この世で生きてるっていうことは学校で学ばせてもらってるみたいなもんだっていうことですよ。痛い思いをすることも、いろんな出会いもですね。だけどそこに愛しい母校に何かを残していこうよ、ね、授業が上手な人は金とか授業を残せばいいし、ね、思想のある人は本を書けばいいしね。だけど後世への最大物はその人の生き様である、ね、どんな人にも残せる、またどんな人も残すべきである。後世への最大物はその人の生き様である。あの方はね、お金もなくってね、苦労したけど、いつも神様に感謝して生きてらっしゃった。私たちにも神様へ感謝するっていうのはこういうことなんだね、そういう生き方をするっていうことがどんなに幸いかっていうことを見せてくれてね、それでもう永遠の命の方に行ったということをね、もし見せてくれるとしたら、それこそが後世の最大物だ。やっぱりそういう点がやっぱり内村さんは偉いなと思うね。ブルドッグみたいな顔してますけども、そしてアンナの話ですね、今日はそこが中心でね。島田先生から手紙が来たんですよ、実は。で、今持ってくの忘れましたけど、これプライバシーがあるのでね、この生放送が終わってからちょっと手紙読みたいと思いますけど、あの本を送ったんですね、私の父のも。すごい喜んでね、手紙、ですからちょうどその島田先生から手紙が来たのと、このアンナの話っていうのはね、もう非常にこう合わさるような感じでね。で、このクリスマス、まあ、イエス様がお生まれくださった、また賛美歌で歌ったように、私の心にイエス様をお迎えしてっていうことをね、毎年毎年、教会歴があるっていうのはそういう意味があるわけですね。もう毎年毎年イエス様を心にお迎えしましょうっていうことをね、忘れないようにっていうことで、まあ知恵としてね、暦ということを神様与えてくださってるわけですね。で、私たちもイエス様を心にお迎えする喜びのクリスマスを迎えていきたいことと思います。以上です。ちょっと待って、島田先生の手紙持ってくる。